はい、皆さん、おはようございます。では、の、役は、ギングダクです。例の企画いきます。キングダム、よ、ビビーグ今回のービーグは、かつて、2012年、確か、今から、8年前の映像、ボーリングシンデレラトーナメント、あの、番組、ストライクガール、ボーリィング新時代という番組、いろいろな企画がありまして、その中でも注目してほしいのが、 ボーギングシンデレラトーナメントです。優勝者と準優勝者は誰だかはわかりませんけども、YouTube でもし探し、見つかればいいんですが、はい、わかりません。BSDBS で放送されております。12時からです。はい。2012年4月1日から2013年3月31日最後まで放送しました。約1年にわたって放送いたしました。DHC、JBC、LBO、 全日本ボーリング協会とボーリング女子,女子ボーリング機構、日本女子ボーリング機構で共同で行っておるんです。まだアマチュアだったボーリング選手がプロになった人もおるんですが、MC は佐々木優香さん、中島由美さん、秋吉由紀さん、プロになったが一回辞めた人ですね。わかりません。まあ、トーナメント戦12名。まずは一般の方からいきます。北条里奈さん、鶴岡琴美さん、 秋山未来さん、富じ、ふじまさんはモデルさん。大塚りなさん、下田みどりさん、司会師を務めております。並木しおいさん、ちょっと体調業で欠席した人。斎藤エミリーさん、坂本ともさん、うるしざきあゆさん、しずまなみさんですが。大塚りなさん、実は姉妹なんです。実の姉妹がまゆみ、まゆりさんですね。はい。もう実の姉妹、はい。海外からも参戦します。シンガポールからマルディアナ、そして台湾から前田ゆきさん。 海外からの参戦者もいますが、見ててね、YouTube で見てても驚きました。いや、なかなかやるな一般でもなぁ、と。もう脱帽しましたもん。これはもう、脱帽です <laughs> ごめんなさいね。実はプロも出てました。あの、秋田出身の秋田美人、ほんま、なるみさんも出ていましたね。あの、モデルも、やりながら。確か、あの写真集もあったんですね、確か。なんか、プレイボーイっていうやつかな多分。 他にも、あの、P リーグでも活躍中の坂本詩織さんですね。実は昨日、昨日というかもうこの放送でも敗退し、父停止というか敗退になってしまいましたけどもね。坂本詩織さんも当時、ロシアン、あの、なんだろう、バレリーナかやってて、まあ、ボーリングに転職したんです。まさに転職の転職。はい。坂本詩織さん、はい。村山文香さんも出てましたし、本橋由美さんも出てました、プロとして。本橋由美さん、私、大ファンなんですね。それが、はい。かわいいしね。はい。 色っぽいし大好きです。はい。大好き、はい。そういう感じですね。というわけで、ボーリングシンデレアトーナメントについて詳細をわかりやすくお伝えいたしました。皆さん見たことありますでしょうかそれじゃあ、さようなら。バイバイ。